それでは続いてのレース選びへ参りましょう。ボレーシュートシュベナイルフィリーズでお願いします。いきますか、ボレーシュートに。そして第3レースの出走メンバーはこちらの5名。運動自慢のメンバーや生涯現役の父を持つおたけなど好メンバーが集結。高橋さん、はい、勝負ごとね結構気合入んだよね。なんか負けることは嫌いですね。負けるの嫌いってよく言ってるもんね、はい、この番組でね。今燃えています。やっぱここ上下関係なくなる。ここはそうですね、やっぱり勝負ごとは気合入ってます、はい、おたけはお父さん J リーガーだし、はい、あとあのなんか前にヘディングを褒められたっていう話もありましたよね。そうなんです、ここもすごく強いのでなんか負ける気全然しなくて、おなんか負けず嫌いって言ってますけど、今日は私が負けず嫌い。おあんまり見たことない高本彩香が出てますね。まずは日向坂のエンジェルシューター加藤の挑戦。キックでいいですか。はい、キックで、はい、分かりました。それでは加藤氏の挑戦です。頑張るぞ、スタート。頑張れー。みんなにカメラ3人難しい。みんな気をつけて。入りました、ゴール。あそこのカメラさんが危ない。日向坂で会いましょうのブルーレイが来年1月1日に発売決定。それぞれのメンバーが厳選した放送回が詰まった全5タイトル、そして未公開シーンもたっぷり収録。皆様お楽しみに。